小綾木5月3日から1981年11月18日は、日本の経済学者、経済学博士、日本大学第四大総長、貴族院議員、広島県呉市名誉市民、東京府東京市麹町区で統計学者、五分総、安夫妻の四、男として生まれ、麹町小学校を卒業、1913年に、 慶応義塾大学法学部を卒業すると、母校の予科講師、三菱銀行勤務を経て、渡米して、シカゴ大学とコロンビア大学へ留学。帰国後の1927年に創立された、三菱新宅へ入社し、同社に勤務しながら立教大学教授を務め、さらに法政大学と専修大学に出向するなど、新宅業務の実務と普及に携わった。 1935年、東京帝国大学経済学部講師となった後、1939年に日本大学へ移って、小経学部教授に就任。日大では、小経学部長、理事、学長を歴任して、1946年に日本大学第四大総長に就任。日大総裁、理事長回答も兼任しながら、戦争で疎開した。 日大各学部のキャンパス確保や整備を古田修二両理事長と共に東本清掃し、その一方で1946年7月8日には貴族院議員に直選され、日本国憲法の審議に関わり、こういうクラブに所属して1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。1958年に日本大学会頭を古田に総長を、 永田菊志郎にそれぞれ譲り、自らは総裁として名目的な地位にとどまった。また大学設置審議会、私立学校審議会委員や神奈川県公安委員を務め、文学や演劇史にも関心を持ち、日本演劇の起源などの著作を残している。1975年には、広島県呉市の名誉市民第一号となった。また、著作に、 江ノ島に死刑修正があるように、江ノ島に関する浮世絵を収集していた。そのコレクションは1980年施政40周年を記念して藤沢市に寄贈され、2016年に開館した藤沢市藤沢浮世絵館の中核となっている。1981年に91歳で死去。聖火の苔は学者の家系として著名な三作り家に連なり、祖父で 蘭学医の五功績は蘭学者の三つくり原歩の弟子で娘婿にあたる。父の五分層は国政調査の父と謳われた統計学者で日本で初めて精神医学と精神医療を確立し精神医学の父と謳われた小日出像はおじ。初夏の日高秩父は義夫子。兄は内科学者の呉立て。妻は忍長男は正康長女は 直子次男は直彦。父方の重邸に西洋古典学者のこも一と文部官僚の日高大四郎がおり、母方の重邸に歌手のコ秀ヒがいる。ありがとうございます。